ポール・スタンレー。ポール・スタンレーの芸名で知られるスタンレー・バート・アイゼン。スタンリー・バート・エーセン。1952年1月20日帯は、アメリカのロックミュージシャン、ギタリスト、シンガー、作曲家、プロデューサー、画家。身長180センチメートル。ロックバンド、キッスの創設メンバーで、グループの中心人物である。リズムギターとボーカルを担当し、 グループのヒット曲の多くを作詞、作曲している。同バンド名義で、ロックの殿堂入り。1952年1月20日、マンハッタンのユダヤ系の家庭に生まれ、8歳の時にクイーンズに移り住んだ。幼い頃より、ロックに夢中になる。最初にバンドを始めた、小学生時代からアンクル・ジョー、ポスト・ウォーベビーブン。 ツリーなどいくつかのローカルバンドで活動しており、あまり真剣とは言えないレコーディングを2回経験していい。コードを弾くのが好きで早くから作曲を始め、歌いながらギターを弾くため最初からリズムギターを指向しており、リードギタリストになりたいと考えたことは一度もなかった。1970年、商業デザイナーになるため通っていた、ニューヨークのハイスクール・オブ・ミュージック・アンド・アートを卒業。 アートカレッジに進むも美術に興味を失っていたため一週間で自主学士、同年、旧知のジン・シモンズのバンドウィキッド・レスターに加入。1972年、アルバムを1枚作成するも、レコード契約は得られずウィキッド・レスターは維持が困難になり崩壊。ジーンと二人で新しいバンドを作ろうとする。1973年1月、ジン・シモンズ。 ピーター・クリス、エース・フレイリーと共にキッスを結成。21歳になって、すぐの1月30日にキッスとして、初のライブを行う。昼間は、タクシー運転手やサンドウィッチ店のバイト、夜はバンドで、練習やライブという生活を続け、ライブ中に、過労で倒れたこともあるが、キッスが正式に、マネージメント契約を得てから仕事を辞めて、バンドに専念した。 1974年2月、ファーストアルバムキスを発表。キスでは白地に、右目の周りだけ大きな黒い星をあしらい、シンクの唇が、印象的なペイントを施して、ザストアジャイルドなるキャラクターに扮する。ステージでは、フロントマンとして、リードボーカル、バックボーカル、ギター、ほとんどの MC を担当し、今日までバンドの看板として活躍している。 一部の曲ではリードギターを入れ替わりで担当することもある。ステージでは様々なギターを使うが、有名なのはアイバニーズ・アイスマンでフライング・ブイやエクスプローラーも使用する。以降、キッスでの活動については、キッスの功を参照。1974年にデビューして以来、その長いキャリアのほとんどをキッスでの活動にあて、それ以外での主だった活動は、 非常に少ないが、時に興味を持ったバンドのプロデュースをしたり、共同作曲者関連のアルバムに曲を提供したりしている。1979年、ニューイングランドニューイングランドというバンドのアルバム、ニューイングランドのプロデューサーを務めた。1989年に、ボブ・キューリック、エリック・シンガーらを帯同して、初のソロツアーを観光。この時の縁がで、後に、 キススのドラマーエーリック・カーが亡くなった時、公認にシンガーが加入した。同年、ウェスクレーブン監督のホラー映画、ショッカーのサウンドトラックに収められたタイトルトラックにザ・デュズ・オブ・ラースと名付けられたオールスターバンドの一員としてか、長年の共同作曲者、デズモンド・チャイルドと共にリードボーカルを担当した。1999年、 5月31日から8月1日と9月28日から10月31日の期間、ミュージカル、オペラ座の怪人、トロント版にファントム役で出演。ロンドンで初めて公演を見て、以来どうしても演じてみたいと絶望していた役であり、オーディションを受けて、キャストに選ばれた。2006年10月、ソロアルバム、Live to Win をリリース。1978年に、 キスの4人のメンバーが同時に発表したソロアルバム以来2作目のソロ作品であり、これに合わせて北米とオーストラリアではソロツアーが行われた。また、その様子を収録したライブ DVD、ワンライブキス』Kiss はテリーアワードテリーアワードを受賞した。2008年にはサラ・ブライトマンのアルバム、神々のシンフォニー、I Will b e With You で彼女とデュエットしている。 2015年9月、ソウルミュージックバンド、ソウルステーションの活動開始。もともとハイスクールで美術を勉強していたポールだが、2001年に離婚するまで正式に絵筆を握ることはなかった。離婚による精神的苦痛に悩んでいた時、セラピーの一環として絵を描くことを友人に勧められたのが再び描き始めるようになったきっかけである。 彼の描く絵は感性を重視した非常にカラフルな抽象画が多い。2005年4月6日、ハワイで自ら創作した絵画による初の個展を開いた。その後も定期的に個展を開いており、現在ではかなりの商業的成功を収めている。2010年度は300万ドルを売り上げ。アメリカ生まれのポーランド系で家具販売をしていたウィリアムを父に、 ドイツ・ベルリン生まれのエヴァを母に持ち、裕福ではないが、クラシックやオペラが流れる家庭で育った。2歳上の姉がいる。現在は、ビバリーヒルズ高台の、人宅にもほど近いトスカーナ風邸宅に家族と暮らす。本来私生活を公表することを好まないが、家族と一緒の小盆のぶりが伺える映像を、しばしばキャッチされている。1992年に、 女優パメラボーエンと結婚し、息子、エヴァン・シェーン・スタンレイ、1994年6月誕生、を設けたが2001年に離婚。エヴァンを引き取って育てる。2005年11月に弁護士エリン・サットンと再婚。2006年9月にエリンとの間の最初の子供、コリン・マイケル・スタンレイが誕生。2009年1月には、長女サラブリアナが誕生している。また、 2011年8月に、エリンとの3人目の子供になる次女エミリー・グレースが誕生した。レベル3の小耳症マイケロ社を伴って生まれ、数度にわたる外耳形成手術を受けている。生来、右耳は聞こえない。1999年から異なった容姿を持つ人のためのボランティア団体アバウトフィスのスポークスマンを務めている。 2004年に2度の人工股関節置換手術を受けている。1度目は2004年10月のロックザネーションツアー後に行われ、2度目は2004年12月に最初の手術の合併症によるもの。手術以前は大変な痛みをこらえながらツアーを続けていた。左股関節の変形は長年のステージアクションによる可能性があり、将来的に3度目の手術が必要になると、 予想されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。